今日は今までお話ししたことがなかった東京ハゼ釣り研究会のことについてちょっとね話してみようかなと思ってカメラを準備してます東京ハゼ釣り研究会は今年が39期目なんですよねだから39年は続いてるというそういった釣りの会なんですよね来年ですんで40周年を迎えるのかな ただ、まあ僕が聞いた話ですと、途中やってない年があったりしたっていうのを聞いたことがあるんで、まあ年数で言うともうちょっと長いのかもしれません。 釣りの会としてはそんなに長い方じゃないよってよくいろいろ言われるんですよね。70年続いている釣りの会だとか、まあ、60年続いている釣りの会とかがあるっていうふうに聞いているんで、まあ、東京ハゼ釣り研究会に関しては40周年を迎えるということなんですけど僕が東京ハゼ釣り研究会に入ったのが今から4年5年前なんですよ。5年前かな。 5年前に入って、今5年目なんですよね。で、これどういうことかっていうと、えー、ハゼを釣る、一応競技会っていうことになっていて、ハゼを何匹釣ったかで、その順位を争うっていう、まあ、勝負する大会みたいなものなんですよね。今まで、 僕がこの東京ハゼ釣り研究会のことをあんまりこう言わない、それから動画にしてないのには理由がありまして、過去にね、したことはあるんですけど、これ理由がありまして、その辺をね、ちゃんと僕なりの解釈でお話をしていこうと思います。ただ、僕ね、一番下っ端なんですよ。下っ端っていうか、あのー、まあ、年齢的にも一番下ですし、 もうみんなね大ベテランの年配の方たちがいるそういう釣りの会なんで僕があんまりペラペラ言うことでもないですしその入会している年数も一番まあ一番短いことはないなもう5年いますから短い方なんでそのあんまりね知らないんですよ会のことだから僕が知ってる範囲のことだけをかいつまんでちょっと話してみたいんですねですねこう間違ったことを言っちゃうとこう会の イメージも関わりますし、こう違うことを発信してしまうのはまずいんで、そこだけちょっとね気をつけながらお話ししてみたいなと思います。まず、東京ハゼ釣り研究会を知ったのが、東京ハゼ釣り研究会が30周年記念パーティーをしてますっていう記事を見たのが僕はきっかけだったんですよね。それまでは知らなくて。 えーまあ、ハゼ釣りはねもう昔子どもの頃からあの始めた釣りでもありますしハゼ釣り自体は長いんですけどその釣りの会に入ってね、えー、先輩たちと肩を並べたりっていうそういう経験は今まで僕はなかったので釣りの会に入るっていうこと自体が今回初めてなんですよね。東京ハゼ釣り研究会に入らせてもらったのがその30周年記念パーティーをやっている写真とかブログだったかなそれを見て。 あこんな回があるんだと。でよくよくね読んでいくと「綿尾のことだ」とか「ハゼのことだ」とかっていうのがちょろちょろっと書いてあったんですごく興味をそそられていつかいつか東京ハゼ釣り研究会っていうところでハゼ釣りがしてみたいなって思いを抱いたのがもともとのきっかけなんですよ。で、えー、まあいろんなツテをねこたどっていって、えー、釣り人社の鈴木康友会長ですよね。この方が 東京ハゼ釣り研究会の会長もされている時代に僕はあの会長経由で入会させてもらったっていう流れになってます。で東京ハゼ釣り研究会に僕が入ろうと思ったきっかけはですねその僕 YouTube もしていたんで YouTube でハゼ釣り研究会を紹介させてもらいたいなって思ったんですよ。で ただ紹介するだけじゃなくて、ここには実はすごい、えー、目的が僕にはあって、それをちゃんと皆さんに伝えればよかったんです。皆さんっていうのはその会のね、会員の皆さんに伝えればよかったんですけど、それが僕を怠ったというか、ちゃんと伝わってなかったって、まあ、これから話しますけど、そもそも東京ハゼ釣り研究会の目的っていうのは、ハゼ釣りをこう、極めていくというか、えー、 まあ研究会という名のもとにねこう身が、腕を磨いていくっていうような目的が一つ。それからまあ当然みんなで、あの、派釣りを楽しんで交流を深めていくっていうのももちろんなんですが、僕がその記事を見たときに <laughs> 江和蔵、江戸技を、江戸技の文化を大切にするっていうのが目的として、あの、書いてあったんですよね、確か。で、 その鈴木康友会長をはじめ、江戸畑を職人の方たちが、その、消えゆく文化と言われている江戸畑の文化を絶やさないようにするのも目的の一つ。これからも盛り上げていこう、みたいな風に僕は受け取ったんですよ。それで、うわ、これは素晴らしいと。 僕も江戸技をすごく興味がありましたしハゼ釣りが大好きだったんでそういった文化の継承じゃないんですけど少しでも役に立てるんじゃないのかな少しでも役に立てたらいいなっていうのがもともとのこう自分の考えだったんですよね。それでとまあね東京ハゼ釣り研究会に参加させてもらってまあそんなねあのどういう状況かわからないながらも。 まあ将来的にはね、うん、その、江戸技の文化をね、こう、もうちょっとこう魅力を発信するお手伝いができたり、東京ハゼ釣り研究会っていうこんな楽しい会があるっていうのをう紹介させてもらえたり、まあそういうふうにしてこう、会自体を盛り上げる、盛り上げるってわけじゃないんですけど、あの、まあ知っていただく機会になればいいなぁと思っていたんですよ。で、 入会させていただいて、まあ、運よくね。あっつっても何もないんですけど、たまたまなんかこう、ね、入れて。<laughs> なんかたまたま入れてっていうのもおかしいんですけど、入らせていただいて、で、最初ね、入会前にお試しで行ったんですよ。その時にカメラを回してたんですけど、会長のね、お借りした差を折ってしまったりとか、いろいろ事件やトラブルはあったんですけど、その、会の中にね、会で、 動画を撮るっていうことに対して、こう、否定的な方がいらっしゃったのかな。で、鈴木康友会長も、その会の会長ですから、会員の人が一人でも、例えばやめてほしいっていう意見があれば、それは、あの、やっぱその意見を尊重するしかないっていう判断で、お前ごめんなと、あの、 動画はなあのダメっていうことなんだよっていうのをちゃんと説明を受けてね、えー、だから YouTube の動画を撮るのはやめてくれって言われたんですよでもちろん僕としてはねそのそんなのはもう喜,喜んでておかしいね、えー、動画を撮らないのはもちろんかしこまりましたと僕もハゼ釣りがしたくて来てるんでそれは YouTube のね撮るために来てるわけじゃないから まあ、おまけで取らせてもらって、会のね、そういう、いい、いいというか文化を発信できたらいいなとは思ったんですけど、っていうのをちゃんと最初に言えばよかったんですよ、皆さんに。僕が来たのは YouTube のネタにするために来たんじゃありませんと。あのー、で言えばよかったんですけど、それがちゃんと伝わらずに進んでっちゃったんで、多分、こう、反発、反発というか、こう、それはダメなんじゃないのっていうような意見が多分あったんですよね。で、 そう、もうすぐにね、言われたんですよ。あの、YouTube の撮影はダメです。ということで、僕は4年間ぐらい、4年、4年か、丸々4年ぐらい、この4年間ぐらいですね、YouTube の動画は、ハゼ釣り研究会の動画は一切出しておらず、それから東京ハゼ釣り研究会の、えー、内容についてもお話をせず、ただ、Twitter も、X では、ハゼ釣り研究会 行ってきますっていうようなツイートとか写真でねカシャーっていうのはしてますけど中身を詳しく喋ったりっていうのはなかったわけなんです。これが僕が今まで4年間やってなかったっていう経緯になります。じゃあなんで今回ハゼ釣り研究会の話をし始めたのっていうのはまた次の動画にしましょうか。